アルホセマは、モロッコの都市。モロッコ北部、リーフ地方に位置し、タンジェテトゥアンアルホセーマ地方に属す。地中海に面した港町であるが、町は、リーフ山脈の崖の上にあり、中心部のケマドビーチ地区のみが海に面している。アルホセマは、スペイン領モロッコ時代の1925年、スペインのサンフルホ将軍によって建設された。彼は、自分の名をつけて、 ここをビリャ・サンフルホと名付けた。現在でも地元民は通称としてアルホセーマのことをビリャと呼ぶ。スペインの部隊はビーチに家屋や病院、学校を建て、街を作ったものの、1920年代から1930年代にかけては、街はほとんど成長しなかった。町の名前はビリャ・サンフルホからビリャ・アルケマスに変わったものの、住民の多くは未だ。 スペイン軍によって占められていた。1956年、この地域が、モロッコ王国として独立すると、政府はこの町を、アルホセイマと解明し、開発を急速に進めた。アルホセイマの人口は現在58,097人で、ナドールに次いでこの地域で2番目の都市である。町の経済は主に観光と漁業によっているが、中でも観光は、 経済の柱となっている。サンフルホ将軍が1925年に上陸した、ケマドビーチが現在観光の中心となっており、テニスコート、レストラン、カクテルバーやナイトクラブの揃った、ムハンマド五世ホテルが立ち、観光客を集めている。1950年代から1960年代にかけて、この地域がまだ貧しかった頃、家々のほとんどは、 海と空を表す白と青に塗られていた。これはこの街の公式な色と考えられていた。その後経済が成長するにつれて住民は自分の家を好きな色に塗り始めたが、2007年に市長は新しく建てられる家は伝統的な白と青に塗られるべきと発言した。この地域では近年2度の大きな地震があった。1994年5月26日には、 マグニチュード6.0の地震があった。2004年2月24日に発生した地震はマグニチュード6.4であり、この地震で5 6 2人以上が死亡した。 h t t p a r c h i v e i s 2 0 1 3 0 4 2 8 1 5 1 0 1 6 h t t p w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  o r l d g a z e t t e r c o m w g p h p x イコール main イコール g シ s l n g イコール en でイコール wg&, ジオイコールマイナス 1&SRT イコール PDNN& コルイコールアブクデフガイナック &MSZ イコール 1500& ジオイコールマイナス134 h t t p a r c h i v e i s 2 0 1 3 0 4 2 8 1 5 1 0 1 6 h t t p w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  o r l d g z e t t e r c o m w g p h p x イコールメインイコールジシズ &lng イコール en&, で、イコー wg&, ジオイコールマイナス 1&SRT イコール PDNN& コルイコールアブクデフガイナック &MSZ イコール 1500& ジオイコールマイナス134ありがとうございます